また園長に変なところに連れてこられたよ。いや、ちげえだろ。明らかになんかの異色の感じするよ、今回に関しては。ちょっと今回はですね、はい、とあるところで、はい、とあることをすると。そうですね。何するんですか。ちょっとこれがみんな見えて気になってると思うんですよ。あ、とりあえずオープンしてみる。まあこれオープンと同時にもうこういうものですっていう。じゃあ行くか。行きますよ。せーの。あ、ちょっと2人ずつが限界だ。オープン。でんでん。俺まだ1回も声出してないことに対して。何も触れないんだ。ということでね。はい。園長さん、これは一体何ですか。いきなりこれを説明します。そうですよ。はい、オラクボコラボカフェを実施します。コラボカフェ、ついに来ましたね。ついに来たね。我々にもコラボカフェの話が。カフェやってみたかったわ。そうだね。カフェ好きだからチェーンタルキカフェ大好きだからね。それに合わせてこう作っていただいたアクリルスタンドってことですよね、うん、はい、簡単に説明しますと、はい、コラボカフェを実施します。はい、でそこでいろんなオラクバメニューが出ます、はい、料理、はい、いろんなご飯が出ます。デザートも出ます、はい、実はね、はい、我々密かに考えてたんですよね、案を。あ、そう、はい、で、はい、さらにグッズここに下にありますけど、はい、新しいグッズもそこで販売されると。はい、これすごいよ。これ2種類あるけど、だからさっきもたぬきくん話したけど、こっちがすごいシュッとしてて、そう、こっち食いすぎて、カフェで食いすぎてちょっとぽっちゃりになるっていう、ちょっと横広めのっていう、それでもまだ食うっていう。これいいね、カフェのこの店員の格好してて、うん、ホイップ園長くんが甘いの持ってて、ホシンやばすぎるでしょ、うん、足長くない。いや、もうこのぐらい長いから、本来長いから長くないだろ、こんなに雑魚高いの内緒な。たぬきくんがもうついに犬を、ついに犬とのコラボ、犬とのタウン、うん、タヌキはいない。で、はい、今回は、はい、試食会を実施してくださるということで、はい、この場に来ております。実はなんですけども、スタッフの方がね、左前にいらっしゃるから、うん、この状況に緊張して多分ね、確かに我々めちゃめちゃ喋っちゃってるみたいな。ずっと無言で。ずっとそう無言でね、こうニコニコ見ていただいてるんで。ということで、はい、まあ、試食会を、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、最初のメニューですが、はい、犬たぬきの絶品ホットドッグ。おお、来た。また犬ですね、犬要素。そう、はい、ホットドッグだから結構安直なんだよね、この切り方がね。いや、めっちゃ考えたんだよ。犬たぬきだからホットドッグってめっちゃ考えた結果、あ、思いつかないっつってホットドッグでいいや。まあ、でもいいと思いますよ。いや、でも美味し好きでしょ、ホットドッグ。ホットドッグは実際好きよ。カフェに欲しい一品、はい、まあ、間違いないな。そう、うん、ちょっと詰まったね。あんま食べないから。置きますよ。はい。おまずは、いきなりこの後ろに置く。ドリンク、園長さん、じゃあ、はい、ちょっと商品名を間違えるとあれなんで、はい、コラボドリンクなんで、はい、左が犬たぬき産業からのドリンク、はい、いいですね。真ん中が青色でからのドリンク、緑色で、が私園長からのドリンク。園長だけめちゃくちゃ濃いけどね。いや、おかしくない？ジャークス銀座みたいな。いい色合いだね、この。右がコーラ、うん、コーラね、これね、うん、コーラで、真ん中がサイダー、緑色のサイダー。これ間違えたらやばいから。こちらが炭酸飲料です、はい、でこちらが乳酸飲料。乳酸、はい、そう、はい、間違えたね、はい、はい。え、これかき混ぜるべき？いや、それはもう人それぞれでしょ。最初にかき混ぜないで。俺はまずそれぞれの層を楽しんで混ぜるっていう。なるほどね、はい、じゃあ行くよ。はい、じゃあとりあえずまずは上層部をね。あ、うまい。あ、かぶった。君の番だったのに今あれうまいがせきれちゃった。あ、すごい混ざった。うん、ゼリーみたいになってる。あ、これね、これかき混ぜた方が美味しいかもしれない。はいはいはい、多分そうだろうね。私は、うんうん、ゼリーだ。うまいよね、美味しい。本当だ、下にゼリーある。あ、これ、うん、夏に飲みたいわ。これわかる、めっちゃ爽やか。コーラは、うんうん、
ダークな味がします。どんな味だよ。さあ、犬たぬきの1品目が1品目が解いたようです。はい、いつでもいけます。いける、目つぶってるよ。犬たぬきの絶品ホットドッグです。失礼します。おお、すごい。え、絶品じゃん。待って、まだ食べてない。まだ食べてない。うまそう、はい、どうですか。ね、足跡がね、めっちゃ可愛い。これは可愛いですね。この足跡は僕があの、はい、要望したんですよ、はい、あ、そうなんだ。あの、絶品ホットドッグみたいなところで、はい、あ、ここに つくのは想定外だったんだけど、はい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 、はい、あの、ポンってなんかタイトルのところにつけてみたいな、はい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 、はい、お願いしたら、はい、ここにこういう形で、ここにもいる。これは犬たぬきが、いや、ミニキャラ、ミニキャラが、これ絶対食べないでくださいっていうスタッフさんからの指示があったんで、しっかり伝達します。これは食べた、間違えてたぬき食べる可能性があるんで、これチョコかなみたいな。じゃあたぬきさん、はい、食べちゃってください。これどうやって食べるか、どうやって食べるかだよね。ちょっと一旦持ってみよう。いただきます。はい、いや、いいよ。たぬきくん何してんの。マスタードに入りました。マスタードにマサのリー、うん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 、どうですか。うんうんうん、これはうまいよ。え、匂いでうまいもん。まず思ったら匂いでうまい。だって豪華じゃん、うん、そこら辺に売ってるのってわかるじゃん。ソーセージが、うん、本当めっちゃ大きい。そうなのよ。そうなんですよ。これもね、ちょっとなんかいい感じのソーセージがいいですみたいなことをお願いしたら、めっちゃ分厚くて、はいはいはい、卵とか、そう、どう、ゆで卵がしっかりあって、うん、食べてみ。はい、私はね、うん、上品に食べさせていただきますよ、うん、いただきます。あー、いい、比較的美しい食べ方。グーグーになりました。粒マスタードがね、いいんですよ。めっちゃ辛すぎるわけじゃなくね。あ、そうだね、そうだね。アクセントとして、うん、粒マスタード、ほんとね、うん、これはお子様でも食べられますね。うん、そうですね。ぜひね、ご家族で皆さん来てください。露骨なんよ。一品目、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。毎回やるんだね、これ。ごちそうだったんで、はい、うん、ということで、はい、犬たぬきの絶品ホットドッグは以上で、はい、分かった。続いては、はい、誰だと思いますか。いやもう俺っていうのが分かってこうかしら。なんか俺っていうのを知っててこうしちゃった。まさかの、はい、テントの健康グリーンカレー。健康グリーンカレー、いや、ついにかなった。グリーンカレー、日本中の皆さんに僕の健康を押し付ける時がようやく。カフェまで行って健康になりたいですか。だからカフェに行く人はみんな健康になりたいのよ。そうだな。みんなあんまジャンクなものはもしかしたら求めてない人もいるかもしれない。確かに。そこの層に刺していく、しっかり。層に刺していく。そう、孫に、だっておばあちゃん、おじいちゃん、一緒にブラックカフェ行こうよって言って行った時に、うん、あの、ホットドッグがちょっと重いなって時に、うん、来るんですよ。その層を全部いただく。全部いただく。全部この、次のやつでいただく。ばあちゃんカレー。ばあちゃん、 ちゃんカレーなんです。ばあちゃん、まあ、カレーじゃない、健康という要素ね。健康なんね。そう。皆さん、いいですか。いつでもいいです。お、こんなん初めて見たんだけど、これ。ちょっと待って、いくよ。何あ、緊張する。こちらになります。あ、いい匂い、いい匂い。さあ、どうぞ。いい匂い。目を開けてください。いきます、せーの。おバジル。これはすごい。それより、この黄緑でしょ。グリーンカレーだからね。だいぶ健康よ、これ。いや、これは健康になるぞ。美味しいんですか。いや、美味しいんですよ、グリーンカレーって。たぬきあんま食べないでしょ、グリーンカレー。いや、食べない、食べない。グリーンカレーのうまさをね、お見せしますよ。はい、じゃあ、いただきます。これこうしたらいいな、見せて。うわ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、悩むな。しっかりタンパク質も入れたいっていうので、このね、卵も置いていただいたんで。あ、かぶったな。確かに。じゃん負け消す。じゃん負け消す。じゃあ、いただきます。
かどうだ。うん。うまい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 。どれカレー？カレー。カレーですか？カレーですよ、もちろん。え、カレーなのこれ？カレー、カレー、カレー。美味しい。枝豆じゃねえ。色ずんだみたいなね。ずんだ。違う。今回は、はい、でもスパイシーすぎないようにっていうのでね、はい、いろんな方が食べられるようにっていうね、配慮をしていただいてるんで。辛くないんだ。そうです、そうです、そうです。ピリ辛ぐらいなんで、僕もね、カレーは、あんまり辛いの苦手なんだけど、はい、ではお子様でも食べられる。そういうことです。お子様でも食べられるんで。お子様の健康のことを考えて。そうです。ぜひお子様の健康のために今から投資しましょう。家族で。食べていい。うん。いただきます。美味しい。カレーだ。カレーだって言われた。不思議。この色しカレーだ。そうでグリーンなんだけど、結構鮮やかなグリーンで。あ、これは鶏肉ですね。大丈夫ですか？いや、これはもう私の要望なんで、タンパク質を取っていただきたいという、健康のためにやっぱタンパク質は不可欠なんで、うん、いや、これはすごい、鶏肉も入ってて、うん、柔らかい、柔らか肉、柔らか肉、低温じっくり調理、鶏肉、本当に柔らかいの、うん、言ったでしょ、これ盛り抜きで柔らかいから、ペント持ってるかと思う。いやいや、持ってる持ってる。これ盛らないから、こういうの正直に言うタイプだから。そしてゆで卵ね、はい、柔らかい、待って、ゆで卵が柔らかいじゃん。持ってるよ、持ってない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 本当にバジル、やっぱ彩りを与えてくれるんで、バジルは緑なのに彩りまた緑。いや、大事大事なの、大事なの、グリーンカレーだから。もう緑いらんぐらい緑入ってるけど、いやいや、緑はいくらあってもね、困ることないから。お、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しい、想像以上のグリーンカレーでした、はい、健康になりましたか。いや、本当に今めちゃくちゃ健康よ、俺。今日あと撮影4本はいけるね。本当に無理。それでは、はい、続いて、はい、まあ、ゆうだゆうさん、ペントさんと来たら、はい、私、かと思いきや、かと思いきや、はい、また、ゆうだゆうさん、なぜか今回、それぞれ2品ずつあります、はい、で、ゆうだゆうさんの2品目、はい、ゆうだゆうのかき揚げたぬきそば、失礼します、ドンドンいます。おおー、すごい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 、これはすごいですよ。めっちゃ美味しそうだけど、やっぱりこれ量あるからね、しっかりカレー感やっぱなかった。ザルそばがちょっとあれだなって思って、はいはいはい、ザルそばにしたんだけど、はい、これもやっぱカレー感はねえな。うわうわー、いただきます。食い方さんね、食い方汚いんですよ。ご容赦ください、本当に。うん、レポートしてください。いい匂いが来た今一瞬で、なんか年末を感じる。なんでね。年越しの話。じゃあ私もいただきます。うん、お願いします。吸い方くすつよね。細い細い麺が見開きました。もちもちそば、おいしい。美味しいでしょ。うん、でしょ。美味しいです。これ全部食ったらわしリタイアかも。いや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 、待て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 、今言おうと思ったら、うん、ユーダネックスのペースがちょっと遅くなってるな。はいはいはい、無理しない方がいいですよ、これはね。この後のためにもまだあと1品あります。そう、一旦、うん、一旦押さえとこう。それは大事、本当に。英断、綺麗に食べれるようになりたいね。それは我々の課題だよね、うん、こうやって映像をさ届けてるわけだからさ、うん、あんまりこうね汚い食べ方だよね。やってみ、綺麗に。いくよ。まず右、左手出すの時点で終わりでしょ。箸の持ち方だからな。いや、まあ確かに箸の持ち方。いやいやいや、待って俺国境でしたもん、俺小学校5年生の時。違う違う違う、中指上。え終わったわ。いつ矯正したの。小学校5年生。小学校5年生、矯正。小学校5年生までは親指でこう持ってた。こういうやつ。間違った矯正。間違った矯正。俺ずっとこれ正しいと思ってたわ。うん。どうですか。結構なお手前で。これ全部食わん方がいいで。いや。いけんの。僕ならいける気がする。
マジ？うん、だって大食いキャラだもん俺。何よ大食いキャラ。これはね、うん、あの和食が好きなじいちゃんに大人気なんで、はいはいはい、確かに和食、和食好きのじいちゃんに刺さる。じいちゃんこれで、うん、ばあちゃんカレーで、はい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 、ばあちゃんカレーで、ばあちゃんカレー、カレー、じいちゃんもできれば持ってきたかったな。じいちゃんばあちゃん取り合いすんな。今日はなんか、洋、うん、の気分じゃないよなっていう時に、うん、これをチョイスするのはいい。これはある。そう、一個ね、挟んでおきたかった。一個輪があるのは非常に大事。うんうんうん、重要重要、やっぱね、日本人ですからね。それはあるね。というわけで、はい、一旦ごちそうさま。ごちそうさまでした。ちょっとね、はい、まだまだ出てくるんで、はい、ちょっとだけかき揚げ残っちゃったんですけど、はい、非常に美味しかったです。はい、うまいね。たぬき、俺想像より美味しい、美味しい。そう、なんか正直、そう、そう、うん、どっちかなと思ったんだよね、うん、量が少なくてうまいか、うん、みたいな、確かにだと思ってたんだけど、想像以上の量、来たね、味、うんうん、大丈夫なんですか、うん、坂上さんみたいになったね。大丈夫なの。ラストのフード、ラストのフード、フードのラスト、はい、フードのラスト、はい。はい、さすがにラストは、はい、まあ、延長のフード、だってタヌキ弁当、タヌキって来ちゃってるからね、から、うん、弁当出なさすぎだからねと思いきや、弁当さん私です。カウンター茶番なんだよ。次は、はい、こちらね、はい、弁当さんの、はい、白樺風唐揚げライス、ついに夢叶います。2つ目の夢、唐揚げライスってどういうこと？俺もなんとなくで考案しちゃったから本当に無茶ぶりだったなと思うんですけど、うん、今回あの私の夢を叶えてくださったんで、うん、まあ、ちょっと現物を見るまですごい楽しみにしたんで、え、どっちだ？ライスの方が白樺だったらわかるけど、うん、唐揚げの方が白樺だったら、いやいや無理だろ、白く揚げるの。白白の唐揚げ揚げたら絶対茶色になるよ。それちょっと黒が入ってる。なるほどね。そのパターンもまだ考えられない。いやいやいや、普通に考えたら米だろ。今回、はい、まあ、これコラボカフェやるにあたって、はい、2期間に分かれます、うん、メニューが期間が分かれて言うと、あ、なるほど、はいはい、7月16日から8月5日、はい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 、夏休み序盤ね、はい、が先ほど食べたゆうたぬきさんの絶品ホットドッグ、絶品ホットドッグ、はいはい、で2つ目がケントさんの健康グリーンカレー、はい、この2品が、はい、先ほど期間に、はい、あ、展開されます。なるほど、はい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 。で、次に8月6日から8月28日の間に、はい、先ほど食べたゆうたぬきさんの唐揚げたぬきそばと、はい、今から出てくるヘッドさんの唐揚げたぬきそば。混ざっちゃった。混ざっちゃった。ネタバレ。混ざっちゃったし、ネタバレ出ちゃった。まあ、言ってるカラーが言ってる、カラーが言ってる、カラーが言ってる、同じカラーから、ね、そうね、カラーで引っ張られちゃったね、かき揚げ、カから引っ張られちゃった、似たような感じにした2人が悪い、ボロン。いたぬきさんのかき揚げたぬきそば、はい、と今から来るペットさんの白樺風唐揚げライス、はい、この島が、はい、後半の、はい、で展開される、はい、あ、よかった、競合しなくてね、俺のカレーと君のそばがやっぱそれぞれおじいちゃんおばあちゃん取り合いになる、おじいちゃんの取り合いにならんで、あ、よかった、ここは炭焼けできてよかった、夏休みの思い出にね、うん、確かに、なんかこれ2日は夏休みの日記書けるからね。8月1日今日は娯楽場カフェに行きました、前半でした、またその後半になったら今日も娯楽場カフェに行きました、でもメニューは違いましたって言って、これで2日分もあるから2回いけんじゃん、そう、みんなの宿題のね、うん、あれになればと思って、それぞれ21日間ありますんで、はい、だいぶ期間は長い、かなりありますね、はい、3週間、はい、はい、では最後のフードメニュー、はい、ペントの白樺風、うわー、噛んだ店長、ペントの白樺風唐揚げライスです、はい、ワクワクする、さあどうぞ、オープン、オープン、いきますよ、はい、せーの、ドン、おお、かわいい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 、そう、子供の層もらった。
そうきたか、白樺。かわいい。ご飯にね、海苔、うん、で、上に唐揚げが乗ってて、周りがこのちゃんと草で埋め尽くされてるという、白樺、白樺、逆白樺の木っていう、土、木、葉っていう、ね、これプチンプリンみたいに逆さまやつ、その食べ方すんな。いただきます。はい、これはもう小学生大歓喜、大歓喜、大歓喜。いやー、これが勝つか、ホットドッグが勝つか、勝つか、争いだな。え、でも唐揚げはね、最強だからね、こいつは。こいつ最強格だから。いただきます。はい。お、優勝、ペント選手。おお。いや、うまい、うまい、普通にうまい。優勝だ、普通にうまい。シンプルに美味しいですね。美味しい。中にさ、うん、あれ入ってるよね。ん、卵。あ、忘れてた、自分で要望したの。しっかりタンパク質が取れるようにって言って。あったかい。これも大事だから。これ野菜もあるし、タンパク質も取れるし、炭水化物もあるから、これ実はこれね、こいつも隠れ健康メニューなんですよ。確かに、確かに。ご飯は雑穀米ではないか。あ、これは…ごまかな18穀米かな、米が使われてる。だ、健康なんですよ、ほら。言ったでしょ。なんだっけこれ、なん、チップスが乗ってるよね。フライドガーリックかな。うん、フライドガーリック、フライドガーリック。はいはいはい。やっぱニンニク美味しいんで、ニンニクの風味がね、これが伝わってきましたね。いや、これは本当にその想像通りというか、想像以上の美味しさだし、うん、見た目、うん、内容、うん、というところで、カフェって言われてるんで、ちょっとこう、うん、3時とか、うんうんうん、ちょっとご飯食べた後にやってみようかなっていう気になりがちですが、うん、はいはいはい、完全にご飯として使用できます、うんうん、だからやっぱお昼ご飯を食べに来るみたいな、うん、そういう感覚できた方がいいかもしれない、ね、コラボ定食屋さんって、うん、まあ、言うとだ言うとだ。絶対カフェの方がおしゃれなんよ。定食屋さん来たってインスタで書きたくないでしょ。何笑ってんですか、園長くん。いや、ちょっと箸の動きが遅いな。いやいや、味わって食べてるんでね。もちろん大丈夫か。もちろん大丈夫ですよ。自分のやつだからな。まあ二重人格だったら今。なんかちょっと食べたいとかある。え、食べたいとかある。え、たぬき、5割とか言ってた。え、食べたいとかある。任せろ、たぬき、任せろって。美味しいんだけどね、この連戦はやっぱり。さすがたぬき、なんとか食べきりました。ちょいと待てと、はい、ちょいと待て。まだ口の中に入っているんだ。 OK だ、まだだ。最後一言言ってください。じゃあもうちょっと待ってください。やめなさい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。いやー、はい、全部美味しかったです。全部美味しかった。美味しかった。最後ただちょっと今までの蓄積が来ただけで、味的には俺一番、思い入れ的には一番かもしれない。まあそれはあるかもしれない。うん、うまい。あれカレーライスかな。あ、おお、カレー。カレーも美味しかったね、本当に。だ、肉がね、ほんと柔らかかったから。肉がね、ほんとに柔らかかった。盛りなしで。そう、ユダイさんは。そば重かったけどね。あ、でもホットドッグかな。ホットドッグかな。ユダイさんどっちも美味しい。うん、ということで、本日は。本日は終わりですかね、これね。だもんね。うん。帰ってね。4品、もう2皿ずつ全部食べてる。食べたから、もう満足だよ。ねえ。ね、ということで、はい、じゃないです。はい、はい、まだあります。デザートがあります。やっぱ園長はね、デザートだから。デザート担当、はい、甘いものというか、園長まで言ってなかったですが、はい、私はデザート担当ということで、はい、今から2品出てきます。2品、おお、はい、それは期間とかはそうです。まあまあまあ、そうか、2品出てからに、ね、先に言いますか。2品出てからのがいいか。あ、確かに2品出て食べてから、これそれぞれこうです、こうです、うん、みたいな感じでしょうか。1品目は、はい、園長のブラッディサイコパスケーキ。うわ、名前がやべえって。ケーキ？ケーキ。ケーキ？ケーキ。
ケーキ。ケーキ。いや、いける。実際俺はいける。マジで。アイスとかかなって思った。じゃあ、ケーキだ。ケーキ。って思ったんですが。おい。思ったんですが。ケーキかと思ったんですが。思ったんですが。はい。はい、ちょっと順番変わりまして。はい。はい、園長の甘々ピンクパラダイスパフェ、はい、名前すげえな甘々ピンクパラダイスパフェが先に来るとのことで、はいはいはい、ピンクパラダイスパフェ PPP になっちゃったそう甘々ピンク通称 PPP 通称 PPP ですね、はい、いいですね、略しやすくて、はいはいはい、ハッシュタグ PPP で登場させてもらいました、はい、絶対別のハッシュタグとかありそうそうそう準備ができたってことなんで、じゃあこれタヌキさんに行っていただいて、それでは行きます。はい、はい、ああ、なるほどね。なるほど。こちらが PPP でございます。はい。ピンクパラダイスパフェ。おお。どうぞ。おお。おお。美味しそう。あ、美味しそうだね。あ、いいね。これは園長くんの考案だから。なぜ園長くん食べる。まあ、でもまあ、やっぱお二人が食べるやつです。はい、そうするか、じゃあそうするか、はい、もう一ついっちゃうからね、はい、画面、画面みたいで2人一緒にやだなぁ、やだなぁ、一緒に食べよう、やだわ。ピンクパラダイスだ。ピンクアイス、ピンクアイスとこのホイップクリーム、パクと、はい、桃の味かな、はいはいはい、いただきます。うまっ、これは美味しい。うまっ、きた。え、待って、うまい。これなんか3つ混ぜたけど3つともうまかった今。お、ちょっと食べてみ。これ場合によってはね、ケーキうまっ。これだけ食べにこれはってパターンもあるじゃないかね。あるあるある。これ3時のおやつでこれ食べてくるのもありです、ね、確かにね。うまっ。うまいよね、ほら。んな、なにこれこれ多分カメラ回ってなくてもこれうまいってなってるよ、うん、アイスめっちゃうまいじゃん。そう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 、そうなんですよね。あれこれうまいよね。アイスめっちゃうまいじゃん。え、ほんとにうまい。うん、このケーキもうまいんだ。ケーキもうまい。そう、コーンフレークも入ってる。はい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 、うん、で、桃かな、これも白桃ちゃんとフルーツのものも入ってますから。そう、確かに確かに確かに。一応ピーチでピーかかってますね。おお、はい、あ、ピーチで、ピーチで P にかかっている。あ、ピーチで P にか、なるほど。ピーチで P、 ピーチで P がめちゃくちゃ P。 うんうんうん、ミントと合わせるとね、清涼感もする。うまいなこれ、まあ、桃も美味しいのよ。桃も美味しいのよ。下は、下はヨーグルト。あ、なるほどね、うん、ピンクヨーグルトです。ここでヨーグルトありがたいぞ。食後のヨーグルトはね、乳酸菌は胃が整う。そう、腸内環境改善だから、うん、ここもやっぱ健康認識してます。最後にそう食べ過ぎちゃった人は最後これ食べるっていう流れに持っていけるぞ。これいろんな味が楽しめる。うん、白桃の味とかチーズケーキとか。間違いない。うん、ごちそうさまでした。さすが園長早いな。さては蓄えていいな。こいつここまで力を残してやがった。ここまで隠してやがった。2人して遅いね。いやいやいや、お互い遠慮し合ってんだよ。一人でこれ食べてるダメなっていう意味を込めてね。あ、どうぞ。あ、ありがとうございます。喜んで。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった、ね、いいデザート。これは本当に美味しい。本当本当にアイスが特に美味しい、うん、アイスケーキ美味しかったし、下の、うん、下は本当別だったね、うん、別の楽しみ方ができた、うん、そうそう。これ甘いのが好きなね人はぜひ、これ単体目当てでもいけるね。全然、うん、いける。うん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 。なんだこれメインでイメージいいかもしれない。いやいやいや、全然食事もあるから。フード持ってこうとすんな、全部。次に、はい、2品目のデザート。はい。園長のブラッディサイコパスケーキ。はい、さっきブラッディサイコパスね。はい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 。これはまあケーキとアイスなんで。はい。じゃあそちらをちょっと待ちます。そうですね。はい、我々も。最終決戦に最後の力を最終決戦ラストバトルを控えてるんでね、いきますよ。はい、お願いします。下ろします。はい、おお、はい、おお、すごい、やばい、やばい、園長。
俺ブラッディだね。これはすごい。うん、スポンジの間に、はい、はい、そう、なんか挟まってるよね、ストロベリーソースとかが、はい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 、1層目にストロベリーソースがあって、カスタードクリーム2層目、2層目カスタード、うん、そうだよね、3層目ホイップ、ホイップが入ってる、ホイップも入ってますね、うん、ストロベリーソース、カスタード、ホイップが、はい、なんか層にこう、ここのところ入っている、入ってるね、はいはいはい、感じになってて、外観はイチゴソースがかかっていて、うん、はい、にこやかなブラッディーポイント、はい、食べていきましょうか、いただきましょう、はい、どっちにする、これは2倍的にじゃあいいんじゃない、ごめんごめんな、いただきます、いただきます、いただきます、うまっ、ストロベリーがすごい、イチゴうまいわ、うん、うまっ、イチゴうまい、これは、これはうまいぞ、おいしい、ふわふわだね、ふわふわ、このケーキ、パンケーキ、うん、あと途中にクラッカーも入ってますかね、これこれか、うん、倒壊した結果あらわになってる、うん、クラッカー、うん、アイスと一緒に食べればいいよ、アイスとここうまいっす、いただきます、これアイスが地味にありがたいわ、確かに冷たいからね、うん、味変にちょっとなる、うん、うめぇ、周りのこのベリーちゃんたちは、うん、甘酸っぱい香りです、ね、はい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 、うん、これはいいですね、甘いの好きな人は本当に大喜びする内容、うんうん、これは甘党大歓喜、うん、スタードクリームもね、うん、美味しいのよ、わかるよ、この下のこの、はい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 、スタード、カスタードクリームって美味しいよね、カスタードクリームはうまい、実際これでも割とすぐペロッといけちゃうね、ペロリだね、ペロリ、うん、別にあの唐揚げ丼がペロリといけないわけじゃないからね、あれはたまたまあの大連続資料だっただけで、唐揚げ丼はきついあれは園長君の理想通りの理想のケーキ、え、これでも美味しいよ、うん、本当に美味しいね、いいプロデュース力だと思う、誰なの何者なの君は、冷た殻はね、さすがだわ本当にさすがだわ、これ何なの、君は何なの、はい、ごちそうさまでした、美味しかった、いやよかった、最後まで美味しいって言えたね、いや美味しかった本当に、うん、いや本当に全部美味しかった、はい、うん、うまかった、うん、ということで、はい、この、園長のデザート2品は、はい、まあ、先ほどフードは2期間にわたってね、うん、メニュー変わると言いましたけど、はい、お、私園長のメニューは、コラボカフェやってる間、うん、全期間で、うん、展開されてます、デザートは時超える、あ、なるほどね、両方いるのね、園長両方一緒にいます、それ強いねじゃあ両方も食べれるっていう、両方とも食べれます、はい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 、2つ食べれます、なるほどね、だから同時に4品が、そうだね、フードが2品、うん、でデザート2品、うん、やっぱり夏休みの思い出作りで、うん、前半来た時に、まあ、それぞれ1個ずつと園長のやつ片方食べて、うん、後半変わった時に、うん、また変わった我々のやつ1個ずつと園長の違うやつを食べれば全コンプリート、全コンプリート、全コンプリート兼2日分の2級丸、うん、場合によってはそれを分けていけばさらにね4日間ぐらいいけば2期4つ分、そう、4期4日分は埋まるんで、はい、コラボカフェ、はい、皆さんお待ちしております、ぜひ来てね、遊びに来てください、来てね、待ってるぜじいちゃんじいちゃんじいちゃん、そこのじいちゃん最後まで来ない、じいちゃんネタ引っ張るので皆さん来てください、はい、来てね、ありがとうございました、はい。